多分99%の日本人はこれを知らないはずです。前日、福祉協会に行ってきました。行く前にメールでやり取りしました。外国人では参加できないかもしれないから念のため聞きました。良かったことは大丈夫そうです。必要なものとしては申込書。これです。自分の情報を記入します。仕事をしてるか、収入あるか、趣味あるか、結婚したらどうするか。 判題名の記入は相手に対する希望です。年齢、身長、性格、学歴、職業、あとは収入などですね。その月は履歴書1、つ、独身証明書1つ、写真2枚必要あります。一応3枚用意しました。どれか使うかまだ決めていないです。状況はまだいまいちわからないから行ってみます。後で報告します。